三原市民の皆さん、こんにちは。三原の未来をつくる相談会。本日は2024年6月11日です。主催は生活充実講座を地域に広める会、地道。私は道道の副代表、広報部長の下村大勝です。よろしくお願いいたします。三原の未来をつくる相談会は、その理念、三原市民が自分の得意を使って誰かに貢献し続ける未来を作るを活動理念としております。本日のテーマは私自身のプロジェクトとして、三原発グローバル産業の中で私と同じように考えられる量子人工知能を開発するというプロジェクトを行うということをですね、三原市民の皆様にご報告をさせていただきます。今回のお話を聞いていただければですね、三原からグローバル産業が立ち上がるということをですね、ご理解していただけるのではないかというふうに考えております。ではですね、早速、私と同じように考えられる量子人工知能を開発プロジェクトについて、こちらのですね、番組に従いまして、ご説明をさせていただきます。今のですね、日本社会の課題として、私はですね、こういう切り口を持っております。会社員社会であり、テスト文化であるということです。これはですね、どういうことが社会の課題として認められているかといいますと、自己決定ということですね。私には自己決定されている方がですね、非常に少ないように感じるのですが、あなたはどのようにお感じになられてますでしょうか。周りを見てですね、みんながどうしているかということを自分の行動の判断根拠にしていると。これはですね、周りのみんなが、事実を知らなくて、間違った方向にこう向かって行動していると、自分もですね、間違った方向に向かって行動すると。で、その自分もですね、周りの人たちと一緒に間違った方向に向かって行動するから、その様子を見た別の人ですね。別の人もまた同じように間違った方向に向かって行動してしまうということがですね、今の日本社会、もしかしたら日本社会だけではなくですね、西側諸国と言われている国ではですね、起きているのではないか。もしかしたら西側諸国だけではなくて、世界的な傾向として、そういうことが起きているのではないかというふうに私は感じております。ではですね、周りの人たちの行動を見て、行動するということが、間違った方向に向かう行動として私が認知をしているのは、お金を稼ぐということに関してです。これはですね、これまでの動画の中でお話をしたのですけれども、人はですね、共同体を形成して日常生活を送っていると。で、共同体がなければ経済はないわけです。ではですね、共同体と経済の中心は何なのでしょうか。もちろんお金ではありませんよね。
なぜならば、人類が地球の表面上に導き出されたとき、すでに、そこにはですね、共同体があり、で、その共同体として、例えばですね、食料を確保するという活動をしていたならば、そこにはその共同体の経済があったからです。お金はかなり経ってから後出てきました。私は共同体の中心は信頼、経済の中心は貢献だと考えております。ところが、お金でお金を増やす共同体、お金でお金を増やす経済を志向している人がどんどん増えてきています。これは、カドの私有ですね。国家財政を超える規模の私有財産を持つ個人がいらっしゃると聞いております。これは、カドの私有ではないでしょうか。そういう人たちがお金を使ってお金を増やそうとするから、戦争ビジネスが始まり、これはですね、そこに関与していない人はほとんど、その戦争ビジネスがどのようにしてお金儲けをしているのかということを、つい最近までご存じなかったのではないでしょうか。そういう戦争ビジネスが、1913年、アメリカに FRB という中央銀行ができた時から、企業を中心として、勃興し、それは今でも続いております。で、その戦争ビジネスで、大金を稼いでいた、国家財政を超える規模の私有財産を持っている人、それはですね、国際金融資本家とも呼ばれている人ですけれども、まあ、そういう人たちが思うようにお金が稼げないということになり、ワクチンビジネスと環境ビジネスを始めたと。ワクチンビジネスと環境ビジネスは、もっともらしい理由をですね、科学的な手法によって、周知をするという手法を、お金を使ってですね、利権、偽旗作戦、プロパガンダによって、世界中の人に、まあ、それがですね、正しい方向なんだという、その思い込みを持たせようとしております。でも、これは、共同体の中心は信頼であり、経済の中心は貢献であるという、まあ、人類本来の姿ではなく、お金でお金を増やす共同体、お金でお金を増やす経済を、まあ、ずっと続けたい、まあ、そういうその手法をですね、使うことにより、ごく少数の人たちが圧倒的多数の人たちから搾取をして、まあ、支配することができる。戦争ビジネスもワクチンビジネスも、大量のですね、死者が出ます。ワクチンビジネスに関しては、現在ですね、各国で超過死亡が問題になっておりますが、この事実は世界中の人と共有できると思います。戦争ビジネスは実際、兵隊としてですね、戦場に向かって戦っている人たちがおり、その戦闘の結果、お亡くなりになられている方がいらっしゃいますので、人口が減ると。ということはご理解いただけると思います。戦争はビジネスで起きているので、結果的にですね、例えば今起きているロシアとウクライナの戦争ですね。ロシアの民とウクライナの民の共通の敵がいます。それは戦争ビジネスでお金儲けをしている人です。イスラエルとパレスチナの民にも共通の敵がいます。それは戦争ビジネスでお金を稼いでいる人です。
ワクチンビジネスによって、例えばですね、ワクチンは絶対必要なんだというふうに主張している人と、ワクチンは、必要ないんだと、特に安全性がですね、確立されていない、ワクチンは、そんなにですね、気軽に何回も打つものではないというふうに、主張している、インフォームドコンセント派の人たちですね。ワクチン推進派の人たちと、インフォームドコンセント派の人たちの共通の目的があります。それは、ワクチンビジネスで稼いでいる人です。これがですね、なぜ、そういう間違った方向に、人間社会が動くのかと言いますと、この会社員社会とテスト文化が原因であるというふうに私は推論をしております。ですから、この会社員社会とテスト文化ですね、研究開発型個人事業社会、事業主社会で自己完結文化ですね、それはもちろん周りの人がどう行動されているかということを観察はします。観察はするけれども、でも、その観察した結果ですね、要は、自分の考えもなく、周りに合わせるのではなく、同調するのではなく、その観察した結果として、自分はこう考えて行動するという意味の、自己完結文化ですね。で、これがですね、お互いがですね、相反するようなイメージを持たれますが、自己完結しているということはですね、他者がどう行動していようが関係ないわけですね。その自分とは違う行動をしている人に対して、非難の言葉も発しないというのが、自己完結文化です。ですから、お互いに顔の見える関係が大丈夫の文化と言い換えることができます。自分とは違うことをしている人を見て、その人を非難する人は不安になるんですね。自分はこう考えて行動している。そのこう考えてというところがですね、自分が知っている多くの人が、自分と同じように行動していると。そこにはですね、その行動が正しいのか、間違っているのかという、そういう判断基準はないんですね。では、そういう、自分の周りの多くの人がですね、起こしている行動というのは、テレビですね、大手のマスコミが報道している情報だけが正しい。他にですね、情報があるかないかということには、全く関心がなくて、テレビや新聞で、報道されていることを鵜呑みにして、行動している人が多いので、結果的に、そういうことになっているというふうに私は推論をしております。で、今ですね、こういう、社会であり、そういう点について、私はですね、問題意識を持っていて、そこのですね、文化を丸ごと変えていきたいと。例えばですね、市長になったり、例えば内閣総理大臣になって、その時からですね、いきなり、今の主張ですね、一方的に、三原市民の皆さん、もしくは日本国民の皆様にお伝えをして、明日から、こういうやり方で、三原の社会を作っていきましょう。日本という国を作っていきましょうというふうにして、行動をするのも、私がその問題意識を解決する一つの、手法、一つのモデルだと思います。でも、私は、そういうやり方を選択しませんでした。私には2021年、世界中の人に向けて公表した人類の物語があります。で、最近、
世界中の稀有なくらいのお金持ちの方へという、その物語をですね、X で、世界中の人に公開しました。この2つの物語を三原発グローバル産業の中で、まあ、実行しようとしております。で、私のやり方は、私は今、皆様にご説明したような問題意識を持っております。で、この問題意識をこの2つの人類の物語に沿った流れで、段階的に、研究開発型個人事業主社会、自己完結文化の人類、人間社会にしていきたいと考えています。で、可能な範囲でご協力をお願いします。ですから、私の行動には強制はしない、させない。過去は関係ない。永遠の今を生きる。今、幸せを感じて、次の幸せに向かう。一緒に。というのがですね、私の事業、私のプロジェクトの指針になっております。では、最初に皆様にお話をした、私と同じように考えられる量子人工知能ですね。私は2019年に次世代の人工知能とその開発エコシステムという論文をまとめ、第12回汎用人工知能研究会で発表しました。その論文の中には、宇宙は、人が意識と呼んでいる存在が起こした、つまりビッグバンは人が意識と呼んでいる存在が起こした。で、私と同じように考えられる人工知能は、現在主流のノイマン型のコンピューターでは開発できない、作れない。だから、量子コンピューターで作るということを2019年に論文にまとめ、で、研究会で発表しました。で、その時にはですね、ここにある認知モデルですね、認知モデルを、うまく説明できなかったんですね。それはある程度説明できたんですけども、まあ、それはですね、まあ、人材育成ですね。人材育成の時に、説明をしてですね、相手がある程度理解できるレベルの、まあ、認知モデルとしては、その時にも確立はしていたんですけれども、それをですね、機械に実装していくと。量子コンピューターに実装していくレベルでは、まだですね、そのレベルの認知モデルはできていなかったんですけれども、ようやくですね、そのレベルの、まあ、認知モデルができたというふうに、まあ、自己評価して、まあ、これがまた自己完結文化ということなんですけど、自己評価ができたので、これからですね、1ヶ月間かけて具体的な計画を立てて、まあ、それを開発し、三原を中心として開発し、三原からですね、社会実装していくというプロジェクトを始めます。で、本日の午後は、三原商工会議所の、まあ、事務局長の平野さんに、まあ、今この話をですね、直接お伝えをして、まあ、私は三原だけではなくですね、日本中の研究者や、まあ、世界中のですね、研究者に、私と同じように考えられる量子人工知能を開発する目的は、会社員社会、テスト文化という多くのですね、間違った方向にみんなで行動するという状態から、研究開発型個人事業主社会、自己完結文化の、まあ、人間社会にしていくために、量子人工知能を開発するので、可能な範囲でご協力をしてくださいというですね、情報発信を、まあ、実はもうすでに、ここ数年間やってるんですけれども、まあ、それをですね、より具体的な形で、さらに、三原の中にですね、より身近なパートナーを、まあ、作っていってですね、まあ、体制を作り、組織を作り、まあ、それをですね、集団で推進をしていくということを
ここに三原市民の皆様にお伝えをします。ですから、この認知モデルですね、皆さんも、Google やですね、OpenAI が大規模言語モデル、生成 AI の人工知能ですね、ご存知でしょうし、実際ですね、お使いになられたことがあるかもしれません。でもですね、その生成 AI、大規模言語モデルにはこの認知モデルがありません。ですから、私がですね、これから開発する、私と同じように考えられる量子人工知能は、世界で初めて、認知モデル、私の認知モデルを実装した人工知能になります。ではですね、じゃ具体的にどういう領域で社会実装していくかと言いますと、会議、医療で、教育です。この3つの領域に、まずは社会実装していくというのが、三原発グローバル産業における私のネクスト AI のプロジェクトになります。ではですね、介護のですね、認知モデルってどんな認知モデルなんでしょうか。私はですね、見守り、支援、見守りと支援ですね。この認知モデルで、介護の領域ではですね、社会実装をしていきたいというふうに考えております。ではですね、医療ではですね、どういう認知モデルになるんでしょうか。それはですね、セルフケアになります。あなたと私はですね、体が違っておりますので、ある病気、同じ病気、例えば高血圧にかかった時にですね、あなたにとって最適なお薬と、私にとって最適なお薬が必ずしも同じではない可能性があります。さらに、仮に同じお薬がお互い血圧を下げるということで、安全安心に、服用できるお薬だったとしても、あなたが、にとって最適な量と私にとって最適な量は違うかもしれません。で、さらに、あなたが体の調子を落としたとき、私が体の調子を落としたとき、その原因を正確に診断をして治療をするということを考えたとき、既存のですね、今、病院で行われている診断法がですね、最適かどうかは分かりません。もしかしたら、病院で行われている診断法は、本当の原因を見つけにくくしているかもしれません。ですから、私が開発する NextAI のセルフケアの認知モデルは、あなた自身が、あなたの体調を自己診断できるというところをまず重要視して、それをですね、ベースにした AI になります。で、最後、教育ですね。この教育はですね、共に育むというふうに書きましたが、私がですね、確立しているこの認知モデルですね、この認知モデルはですね、まあ、人は主体である。主体ですね。主体。で、この主体はですね、自ら己の自己。で、認知モデルの認知。これ、認知と認知モデルは違います。で、身体ですね。この主体、認知、あ、したらですね、自己認知身体というこの3つから構成されています。で、あなたと私ですね、で、世界中の人は私の仮説では、この自己と認知はですね、同じものを使っていると。で、この身体だけがですね、全ての人が異なる。で、まあ、ですからこの身体が異なるので、医療ですね、セルフケア
が、まあ、どうしても必要になるということです。先ほどご説明した内容ですね。同じような症状が出たとしても、あなたと私とではですね、原因が異なる可能性があり、で、原因が同じだったとしても、治療法がですね、まあ、異なる可能性があるということです。で、話をですね、この共に育む、まあ、教育というところにお話をしますね。で、この教育もですね、私は、今私が説明している認知モデルをですね、ベースに、行うということをお勧めしております。で、それはですね、先ほどの説明でもお伝えしましたが、あなたも私も世界中の人はですね、自ら己の自己と認知は同じものを使っていると。ただ、まあ、身体だけが異なるんだという、認知モデルですね。をベースにするとですね、例えばですね、あなたと私が共同作業している。まあ、この NextAI はですね、一緒になって開発すると、プロジェクト一緒に推進するという関係になったときですね、あるそのテーマで、あなたと私で、まあ、意見がね、違ったとしますよね。で、その意見が違ったときに、感情的にですね、なるリスクがあるんですよね。で、それは、どういうとき気をつけないといけないかというと、時間に迫られているとき、締め切りがあって、その短時間にですね、今、お互いがその話し合っている、意見をですね、主張をまとめないといけないと言ったときにですね、感情的になるリスクがあります。で、そのときですね、なぜお互いの主張が違うのか、それはですね、身体が違うからですね。身体が違うということは、主張、お互いの主張をですね、やり取りするまでの体験です。それと、記憶です。この体験から、とつながっている、記憶がですね、違いますね。さらに、主体というのはですね、欲求を満たすという存在ですので、欲求を満たす。で、この欲求を満たすというのは、あなたがですね、世界をどのように捉えているか、私が世界をどのように捉えているかという、世界の捉え方によってですね、この欲求がですね、変わってくるんですね。ですから、その世界をどのように捉えているかというのもですね、実はこのニーチェモデルの重要な要素になります。話を元々しますと、そのお互いが主張し合って、その主張が食い違った時ですね、その時までに、あなたが満たしてきた欲求と、私が満たしてきた欲求が、全く同じっていうことはありえませんよね。なぜならば、身体が違い、要は出会ってきている人が違うと。一緒に作業してきたことが違うと。過去に遊んできたことが違うということです。で、そういうことで、意見が食い違ってるんだろうなというふうにですね、すっと頭が、切り替えることができる人に、世界中の人がなるということですね。で、そうすると、もちろんこの自己完結文化だから、主張が違うということにもつながるんですけれども、じゃあ、その主張が違ったときに、今ね、取り組まないといけない共同作業に、どういうふうにして、取り組んでいくか。といったときに、その背景ですね。なぜ、あなたがそういう、あなたの主張をしたかと。なぜ私が私の主張をしたかというバックグラウンドですね。バックグラウンドをお互いに、説明すると。補足して説明するということを始めると、どういうわけかですね。あ、なるほどと。意見が違うけども、あなたがですね、そういう意見を主張されるのは、そのバックグラウンドに、あ、そういうことがあったからですね。あなたは、私がそう主張するのは、私にそういうバックグラウンドがあったからですね。
いうことをですね、理解をして、じゃあ、こういうふうに考えてみたらどうですかとか、まあ、お互いがですね、最も最高の、やり方として、お互いが主張をしていたとするとですね、どちらかの、最高ではなくですね、その2番目なのか、3番目なのか、4番目なのかの、主張ですね。で、合意点を作っていくと、折り合いをつけていくということがですね、この、シュタインのモデルで、シュタインモデルですね。これもニーチモデルですけど、自己と認知と身体からできているということをですね、世界中の人がご理解していればですね、意見が食い違った時にすぐそのバックグラウンドをお互いに確認し合うという作業に移れるので、非常にですね、何をやるにしても、まあ、建設的なまあ、共同作業ができるということが期待できます。ですから、この教育はですね、まあ、これは、そうですね、一人一人。まあ、一人一人別々の認知モデル。つまり、まあ、ここですね。まあ、これをですね、まあ、小学生、中学生、高校生が、まあ、理解できると。で、具体的に何かですね、友達と一緒にやってるときに、まあ、ここの部分をすぐに何か意見が衝突したときに頭を切り替えることができて、まあ、バックグラウンドですね。バックグラウンドをお互いに、まあ、話をすることによって折り合いをつけると。で、結局ですね、バックグラウンドは、どんな欲求をこれまで満たしてきたか、欲求を持って満たしてきた体験と記憶です。まあ、欲求を満たすというところから、まあ、導き出されたという、こういう記号で表している、導き出された、まあ、体験と記憶ですね。で、これをですね、まあ、自分の言葉で語れるように。これを自分の言葉で、で、これは私のメソッドはですね、すでに確立しております。こうですね。ベストはすでに確立しております。それはですね、究極の思決定論です。こういうメソッドを使ってですね、メソッドと、まあ、人工知能ですね。もちろん、その人工知能の中に、この究極の意思決定論とか、このシュタインのモデルはですね、まあ、実装して、で、そういうところに使っていくということになります。で、こういうふうな形、まずはですね、ではここまでですね、今回の動画は終わりたいと思います。で、次の動画では、今ですね、ご説明をした NextAI プロジェクトですね、まあ、そういう量子人工知能を作るということと、まあ、それをこの3つの領域に、まあ、実装していくということが、ここですね、会社員社会、テスト文化から研究開発型個人事業主社会で自己完結文化にどのようにつながっていくかと。というお話を次の動画でさせていただきます。ではですね、ここまで動画をご視聴くださいまして、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。